有機パラジウム化合物は有機金属化合物の一種でパラジウムを含む有機化合物の一群である。パラジウムはアルケンやアルキンを水素で還元する際の触媒に用いられる。このプロセスにはパラジウムと炭素の共有結合の生成が関与している。パラジウムはカスケード反応で示されるように多くのカップリング反応を触媒する。p d c l n i とは異なり、 p t と同様に PD の塩化物は様々なアルケン作体を作る。先に挙げたジクロロパラジウムでは次元が容易に置き換わり望まれた触媒線具体を合成することができる。工業的にはヒドロキシドがエチレンを嗅覚攻撃してアセトアルデヒドが生成するワッカー酸化が重要である。この反応では PD エチレン中間体が生成し、 その後にビニールアルコール削体ができる。フラーレン排イシも PD に配位することができる。エチレンがアセトアルデヒドに変換されるワッカー酸化の触媒サイクル塩基性下ではカルボキシモとは良い脱力であるため、酢酸パラジウムなどが用いられることが多い。例えばトリフルオロ酢酸パラジウムは方向族の脱炭酸に有効であることが示されている。 パラジウムのアリル作体の代表例として、パイ、アリルパラジウム作体が挙げられる。脱力を持ったアリル化合物は、パラジウムの塩と反応して、発布と数酸の繊維金属アリル作体を作る。これらの中間体もマロン酸エステルから誘導される、カルバニオンやアリルイアミノ化によって生成した、アミンなどの嗅覚剤などと反応する。アリルパラジウム中間体は辻、トロスと反応やキャロルテニー、 三子、伊藤三化などでも見られる。様々な官能元がパラジウムに結合し、安定なシグマ結合を持つ作体を形成できる。この結合安定性は以下のような順となっている。また、金属と炭素の結合帳はこの逆順となっている。トリスジパラジウムやテトラキスパラジウムなどは例下の作体と呼ばれる。これらの作体は、 ハロゲン化アルキル RX によって酸化的負荷を起こし RPDX という PD c 結合を持った中間体を作る。この反応はカップリング反応と呼ばれる様々な反応の元となっている。以下にその一例であるその等カップリングを示す。最初の有機パラジウム化合物は1986年に報告されたメサンプドブッピー。この作体は 8カメチルをメニプドブッピーに酸化的付加させることで合成された。パラジウム錯体の反応性の高さは PD と PD の相互変換が容易であることが原因である。しかし PD と PD の間での相互変換がどのようにパラジウムを触媒とする有機金属反応に関わっているかは詳しくわかっていない。2000年にヘッグ反応についてその機構がわかった。 この反応は、アミンの存在下で1、合水素シフトが起こっていることが分かっている。金属環状化合物ができることでヒドリドシフトが起こっていると考察されている。しかし、関連する反応でヒドリドシフトが起こりつつ、パラジウムの形式的酸化数が2のままである反応もある。またその他の反応で2つの異なる触媒サイクルの間に、 価格並行が成立していると考えられる反応もある。ある種の分子内カップリングでは酸化数に関わらず反応が進行する。ありがとうございます。